ワシントン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は47,168人であり、2000年の43,926人から7.4%増加した。軍庁所在地はフランクリントン市であり、同軍で人口最大の町はボガルーサ市である。ワシントン軍は ボガルーサ小都市圏に属し、またニューオーリンズメテリーボガルーサ広域都市圏を構成している。ワシントン軍は1819年にセントタマニー軍から分離して設立された。1821年2月10日にフランクリントンが軍庁所在地になった。1821年以前はスペイン領西フロリダの一部とされており、そのことから フロリダ軍部とされる8軍の中では最も北東の隅に位置している。ワシントン軍政府は自治憲章、すなわち軍庁、軍政委員会方式を採用している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は676平方マイルで、あり、このうち陸地670平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は0.95%である。 ワシントン軍は現在農業、特にスイカの栽培で知られ、また製材業や製紙業も行われている。1906年、グレートサザン製材会社がボガルーサで製材所を始めた。この地方で製材業を維持するために植林を始めたことでは最初の会社だった。後に製紙工場など関連産業も創業を始めた。グレートサザン製材会社は、 数回の買収を経て、現在は、テンプルインランドと呼ばれており、地域最大の雇用種である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ワシントン群ズボガルーサ市内の生徒は、ボガルーサシティスクールに通い、市外の生徒は、ワシントン群、スクールシステムに入学している。ルイジアナ効果カレッジサリバンキャンパスが、ボガルーサ市内にある。 ルイジアナ州公衆安全共生省がワシントン軍の未編入領域で b b シクスティ、レイバーン共生省を運営している。チリ、ありがとうございます。